まあお前ら分かっちゃると思うけども、相手は因縁の連敗阻止させない大学。前回な、翔太のせいで、4対51で負けたけど、なる今回はそんな簡単にはいかん。なぜなら我々には尾崎がおるから。監督、あの、僕今日の飛行機でアメリカ帰ります。はい、嘘だろー。ほんま？そうです、はい。それなに、明日も向こうで練習だ。いや、すみません、そういうわけじゃないですけど、飛行機のチケット取っちゃって。なる。翔太さん、すごいっすね、サンホーマー。おう。うす、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 くな、くな、うす、先輩、うす、先輩、今監督グラウンド到着したみたいなので、今からミーティングらしいです。なる。うっ、オッケー、うっ、夢か、うっ、うっ、一徹見てみろ、お前、うっ、へえ、いいぞ、いいぞ。なる。これぐらいもやるなか、みんなもな、一徹ぐらいしっかりと意識して、筋肉を溜めて、溜めて、溜めて、うん、実践で解放する。オッケー。はい。溜めて、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 溜め抜いた筋肉が解放されしとき、その脚力は、虎をも超える。そう、すべては、機動力で、かき増したのだ。あの打球に追いついたなど、ちょっと待つか、あ、ユリに入った。嘘やろお前、嘘に決まってるやん。試合ダメやし、お前負けたらさすられるやん。俺の必殺技KOベンチラップやわー、イエーイ。そうなんですね。あなんでお前みたいに大事な試合の日に仮病を使うようなケブキャラがおる。やめちょうかお前先生、邪魔です。はっきり言って。翔太さん、次バッターですよ。ああ、先行ってこい。とりあえずどうせ打てんやろ。あのね、ホームランのね、たまたまでも打てるのよ。試合大事なのは守備、しっかり守れるかどうか。日頃の行いが出るのは走塁よ。ホームランやファインプレーなんていらない。シングルヒット一つと走塁ができてこそ実力や。すごいなお前、すごいな。おいよ、頑張れ、頑張って。なる。お願いします。
はい、いきます、はい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 、もういらない、そんなパフォーマンスは、はい、はい、はい、お前の乗っかったんですよ、いいや、よし、おい、おい、やさか、しっかり聞かんか、作戦なんていらないっすよ、先輩方頑張って1点だけ取ってください。あーせや、イブセネだ。お前らな、今日の試合もし勝てば。俺が1球渡せないっすから。明日の練習オフにしたるぞ。点取り返せ、勝利から8個目、よっしゃ、三塁線、うちの翔太、打撃だけやないぞ。何？あの翔太という選手、打撃だけでなく守備まで。この打球をさばいたら、彼を自国の日本代表選考合宿に招待しよう。なんだって？なる、監督さん、ピッチャーを変えてください。そうか、分かった、ピッチャー交代。ちょっと待ってください。藤田、俺たちの打席がまだ残ってるのに。負けたなんて言うんじゃねえぞ。信じて投げろ。お前が10点取られたら11点、20点取られたら21点、きっと取ってきてくれるよ。はい。この遠征メンバーはレギュラー候補メンバーを連れていくつもりや。なんで残り2週間ありますが、このメンバーはあえてまだ発表しません。この2週間な、ギリギリまで発表はせんから、お前らの中でしっかりと競い合って、最後の最後の最後までそれぞれが諦めずにこの座を勝ち取りに行く、そんな2週間にしてください。 OK、 最後の最後まで諦めない。分かった、まだ分からんからな、誰が選ばれるか。んで、まず、その遠征期間中の居残り組の練習メニューやけども、随時先生とお前でこの連絡を取り合って決めている形で、あ、確定補欠、まだ決まってないな、部屋が散らかっていったらな、出撃も散らかる。お前らしっかり意識せよ。
生活の乱れが大事ですよ。部屋の乱れは心の乱れ、心の乱れは出撃の乱れ。お前がね、整理整頓しとるやつは出撃もそんなお前みたいな状態、お前みたいな属性変なる。はい、さん、今試合の場合またボールに決まってます。なるなるはい、OK。ほんなら、それぞれ打ち損じた回数、発表していってください。ほんなら奥から、はい、09です。09、はい、OK し、はい、僕も09です。09、はい、OKOKOK、はい、09です。09、はい、はいはい、09、もういけてんね、みんな09やな。あ、頼む。どうした。試合さん、218球です。嘘だろー。バラ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 、うえ、ない、他みんな0やな。0やな、OK。 なら、全員で258球、ボール2球、ボール3にな、謝って終わろうか。はい、な、まず片付けろ。バラバラ、これじゃ。おい、武蔵、ブス、なるブスちゃうってそれ。そこ俺のサボりスポットやからどけて。はい、なる、なる、翔太さん、ここトレーニングする場所なんで、サボるんやったら出てってください。なる、あんまりサボってるとポジション奪ってますよ。なる、なる、なる、なる。先輩、ボール行きました。うん、おいついぞ。おい、こちら慣れてー。なる、まあまあ、まあでもね、先月のね、練習試合であいつのエラーで負けたやろ。はい、あれ以来な、あいつは自分で責任感じて一生懸命やっとんねん。はあ、でも、いや、知らないっすよ。あいつが勝手に僕にライバル心抱いてきてるだけなんで、僕関係ないっすよ、正直。そういうこと言うなよ、お前、後輩で。しょ。なあ、一生懸命やっとんね、お前。な、頼む。お前が教えてくれ、サード。なんだ。僕がですか。あと1週間。いい、1週間。1週間でもうチーム1のサードにしてくれ。そんなん、おかしいっす。僕の仕事じゃないじゃないですか、そんなん。いや、頼むわ。ちょ。いや、お前、サードうまいやん、先生より。なる。先生、あんま分からん。なる。お前、サードうまいし。頼む。いや、もう無理っす、無理っす、そんなん絶対無理っす。僕だって打撃フォーム変わったりとかファーストとかで忙しいんですよ。自分のことで精一杯なんで。無理っす、すいません。もし残り1週間であいつをチーム1のサードに育て上げることができたら、お前は約1ヶ月間朝練しなくていい。監督、間に合いました。あいつはちょっとやそっとでエラーしない、チーム1、いや日本一のサードになったかもしれません。うん、よくやってくれた。サードに打球が飛んだ。おらい、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 あかん、あかん、前髪目に入った。ああ、あかん、あかん、えぐい、目に入って、えぐい、汗、えぐい、汗、ああ、えぐい、おらい、おらい、レギュラーとポジションと打撃全部戻ってますから、入れといて。そうですね、前髪目に入っとるって。ああ、もうやばいやばい、カメラ切れ、入れといて。あ、武蔵出ろ、ちょっとサード入れ。お前も来なくていいね。じゃあしっかり腰落としや、低くやさ、低く、 OK、 それでいくぞ。あ、ありがとうございます。はい、いくぞ、サード。OK、 じゃあ翔太いくぞ。 OK、 次セカンド。オーケー、ナイスボール。ええ感じ。はい、ええ感じです。そういう感じで
ってるの？今、簡単な打球で基礎練習してる。もう正面のゴルフ。はい、帰るわ。あ、お願いします。だいぶ調子上がっていくぞ。だいぶ、お願いします。休憩しとけよ。はい、いやー、これだし。はい、スタート。あ、すまん。すまんすまんすまん。オッケーオッケー。はい、ショート行くぞ、ショート。はい、どうぞ行くぞ。はい、あ、あと監督、ええ、最近監督が特別打撃指導で、はい、教えてる、うん、泉と村瀬と新田、うん、ああ3人なんですけど、うん、どうや、ようになってる打率はどう。打率なんですけど、うん、あの3人先生、つきっきりで最近教えておるから。はい、うん、泉が3割1分からあったね、2割7分あ、落ちたのか。村瀬が、村瀬、はい、3割3分2厘から3割3分2厘、はい、2割2分もう新田が3割8分1厘から、うん、よかったよ、新田。1割4厘ですね。あ、どうか。あと監督、結構前なんですけど、はい、監督がポジション変更で、あ、新田、新田をショートにしたじゃないですか。ショートにしたな、新田。どうや、色を言っとるから。なんかしっくりこないらしいですね。そうか、うまいこといかんか、はい、いいと思ってんけどな、あいつショート、はい、いいと思うんやけどな、なんでやろ。やっぱり左利きなのが一番の要因ですかね。あ、そうか、左利きな、ショート。おやおやおや、はじめ、はい、さ、先生がさ、教えちょるさ、はい、3人、はい、おりやん、はいはいはい、特別打撃しとる、はい、あいつらの打率だけちょっともう一回聞いていい？あ、わかりました、うんうん、泉が泉、はい、3割1分から、はいはい、2割7分はい、落ちたと。はい、で、村瀬が、村瀬が、村瀬どうや、3割3分2厘から、うん、2割2分2割2分になったと、はい、はい、まあちょっと落ちとるな、はい、うん、で、新田が、3割8分1にあったやん。新田がどうなったんだっけ、はい、1割4厘です。ああ、言わしえないけど。ある監督、今何件ありました？何も言ってない。あ、言わしちゃう、嘘だろー。え、先生の指示でさ、はい、6回にスクイズのサイン出したやん、はい、あれって何アウトやったっけ？2アウトですね。なる、先生の指示でさ、ショートにポジション変更したら、左利きですね。ある。あ、あいつらまた守備下手くそになってる。なる。さっきまで良かったのにな。なる。今チームいい感じ。なる。邪魔せんといてくれ。なる。はっきり言って邪魔。外役。なる。出ろ。なる。はい。Show.